お前、月下族のところの娘だな。ここで何をしている？そうか。お前、見たところ一人だな。来い。何をしている？火に当たれ。濡れているんだろう。服も乾かしていけ。後ろを向いていてやる。そうだ。水を汲みに行ったとき、偶然お前の姿が見えた。礼はいい。着替えたなら食事にするぞ。これを食え。ああ。あいつらのために身を削って、それでいいのか？お前は。ふん。今に気づく。俺は月下族を根絶やしにするつもりだ。なぜならあいつらは人間なんかどうでもいいと思っているからだ。あいつらの肩を持つのか。お前がどう思おうと、俺の決意は変わらない。ただ普通の人間を傷つけるつもりはない。安心しろ。この話はやめだ。お前ももう寝ろ。人間を傷つけるつもりはない。安心しろ。